はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、こちら。またしても鍋なんですが。これはですね、何かというと、前回の、失敗を糧にして作った。あれ？なんだっけ。ブリコクです。はい。ブリのアラを300円で、スーパーで売ってたんで、それと、この腰の完売の清酒。これまだ飲んだことなかったんで、これ買ってきたんですけど。これとちょっと、これをちょっと、200ml ぐらい入れてですね。あと、水入れて、で、あと味噌。で、30分ぐらい煮込みました。うん。ほら。ブリのアラですよ。ね。ということで、今回は、腰の完売の清酒。普通酒です。これですね。石本酒造株式会社。新潟市の江南区。ですね。まあ、これ飲んだことなかったですね。確か別荘は飲んだことあるんですけど、腰の完売は清酒はまだ飲んだことなかった記憶があるんで、買ってきました。値段が950円ぐらいだったかな。うん。定価で買ってまいりました。ね、とりあえずこの、鯉の、じゃねえ、鯉じゃねえ。ブリアラをいただきたいと思います。うん。うん。あ、ブリですね。うん。うん。うん。なんか、鯉がまずい気がする。鯉の方がなんか油が乗ってて。うまいような気はするんですけど。うん。うん。うん。なんか。ちょっと味噌少なかったかな。うん。赤。うん。うん。あ、これブリだわ。うん。まさしくブリ。うん。あ、骨が。うん。ブリです。じゃあ、腰の完売の清酒。普通酒。ね。飲んでいきたいと思います。まあ、以前俺が絶賛した、ね、八海山ですけど。あちらはですね、どうやら、普通酒にはありえないほどの精米部合らしいです。ね。精米部合 60%。つまるところ、40% 米を削っていると。まあ、精米してる。ということなんですが、この腰の完売。腰の完売の精米部合はどんなとこなんでしょうか。精米部合を調べてみますと、こちらは、清酒だから。はい。精米部合が 59%! 嘘！それよりかさらに 1% 削ってんの。はぁ、あ。じゃあ、いただきます。乾杯。うん。うん。うん。
これもうまいですね。で、日本酒度がプラス7です。星の乾杯の白ラベルですね。厳密に言うと。プラス7か。確かに辛いわ、これは。辛口っていうか、うん。辛口だわ。うん。あのね、八海山に比べて全然甘みがない。うん。非常に辛めです。うん。なるほど。うん。これは八海山よりかはるかに辛口だわ。うん。これは。うん。ちょっと、辛口すぎるな。個人的に。かなり辛口ですよ、これは。うん。うん。これはちょっと、行き過ぎてるな、これな。うん。ちょっと酸味が強い。うん。ちょっとというか、結構酸味があるな。俺結構酸味がある酒ってあんまり好きじゃないんですよね。ぶっちゃけて言うと。うん、結構酸味が強い。うん。ちょっと酸っぱめというか、うん。そういった系の、うん。うん。やつですね。っていうか、この白ラベルがな、結局、このサイトによっていろいろ日本酒度が変わるん、違ってくるんですけど、まあでも精米具合だいたい 60% なんですね。うん、でも結構あれですね。やっぱり、星の乾杯、まあ、プレミア、新潟の、ね、誇るプレミアだけあって、ね。結構削ってますね。うん。うん。でも確かに水みたいで飲みやすいんだけど、やっぱり、若干酸味が強いかな。うん。うん。うん。ちょっと酸味が強いんですが。うん。そういう意味でちょっと俺飲みにくいかな。うん。やっぱり。うん。まあ、まずいってことはないですけど、ちょっとなんか、やっぱり、ちょっとよろしくない。八海山に比べるとはるかによろしくない。うん。うん。星の乾杯ウィキペディア。星の乾杯とは新潟県で生産されている日本酒。新潟県を代表する日本酒で全国的に知られる名酒の一つである。うん。確かに。名酒ですね。飲み口は淡麗辛口の典型的な新潟県の日本酒の味であり、さらりとして飲み口は軽い。主なラインアップは白ラベルの普通酒、別選特別本醸造と、無垢の特別純米酒と特選吟醸酒、金無垢の純米吟醸酒、超特選の大吟醸酒、特醸酒、大吟醸酒。うん。この特醸酒の一番ランクの高い大吟醸酒の特醸酒はですね、これがものすごく高くてですね、まあそこまで高くないんですけど、まあ、うん、高いですね。定価で5、6000円するはず。違う。6、7000円するはず。定価で。
確かもう定価でもう7000円ぐらいするんですよ、これ。720ml で。7000円ぐらいするんですよね。で、それにさらにプレミア価格がつくんで、っていう話です。ただし、俺が今まで知る限りだと、一番日本酒の中で高いのが、超有名な、14代というお酒。そちらです。14代というお酒ですが。あれは、あ、違うわ。720ml、5993円だから6000円だ。あ、定価で6000円か。割とそんなでもないですね。大吟醸の特上酒。一番腰の頑張り高いやつ。6000円で、定価で6000円らしいですね。うん。これのですね、なんと3倍の値段の、が、あるんですよ。定価で。定価でなんと14台のね、やつが定価で1万8000円という、わけのわからない値段の、ね。まあ、14台っていうと、もう日本酒の最強のプレミア価格を持つ、最強の、いわゆる焼酎で言うと、芋焼酎で言ったら、ね、魔王とか、なんだっけ。うん、あれ系のレベル。なんですが、14台でググりましょう。大吟醸。14台の大吟醸だったかな。こちらですね、720ml。ごめん、1万8000円じゃなかった。720ml でですね、16800円。という、もう、定価かこれというレベル。14代の大吟、純米大吟醸酒、龍泉。もうむちゃくちゃですね。どんだけ高いんだよって。いうことです。あれ、なんだったっけ？芋焼酎の一番高いやつ。芋焼酎の一番高い。魔王は、それよか高いやつ。魔王よか高いやつ。なんだっけ？森伊蔵か。森伊蔵ですね。森伊蔵が、芋焼酎だと森伊蔵が一番高いんですけど。でも芋焼酎はあんまり高くないんですね。そこまで。森伊蔵でもまだ1万円ぐらいで買えるからな。ヤフオクでも。うん。定価で1万7千円とかわけがわからない。おかしいでしょ。もう定価じゃないでしょ。どう見ても。と思いませんか？うん。一体どうなったんだと。ね。おかしいでしょ。定価それって。お菓子って定価で。お前定価で1万7000円とか誰が買うんだよ。お前バカかよ。バカしか買わんだろ。うん。あ、やっぱブリあんまうまくねえな。こういうのがうまいぞ。うん。でも14台はね、俺は未だに見たことはないです。というより、14台自体。てか、新潟のね、酒屋はね、基本的に新潟のお酒しか売ってないです。日本酒しか。山形の日本酒は売ってない。ですね。ウィキペディア。腰の完売のウィキペディア。石本酒造は1907年創業、太平洋戦争前後の
国策では、国策で、醸造用の糖類、アルコールを添加した、いわゆる三倍醸造の日本酒が幅を利かせた中でも、決して儲けに走ることなく、本来の酒造りを貫き、淡麗辛口のすっきりとした味わいの酒を作り続けた。しかし、濃厚甘口が主流であった当時の消費者の価値観にはなかなか受け入れられる、売り上げが低迷した時期も経験している。なるほどね。まあ今は確かに、淡麗辛口が主流かもわからないですけど、俺、少なくとも、淡麗辛口しか飲みたくないですね。うん。濃厚甘口はちょっと甘すぎて、もう飲めたもんじゃない。もう飽き飽きして、もう、もう一発で飽きる。一口でもういいやってなる。だが、1960年代に入り、次第に消費者の価値観が多様化していく中、雑誌酒の編集長であった、随筆家の佐々木久子が腰の看板に着目し、同誌です。幻の酒として取り上げたのをきっかけに、ブームに火がつき、1963年週刊朝日市場で、佐々木の腰の看板への系統ぶりが取り上げられ、地酒ブームが起こった。これを機に、腰の看板の人気が高まり、現在に至るので、高い評価を得ている。現在、白ラベルの、本来の、商売価格は2030円で、まあ、これ1リットルですかね。違う、1.8 リットルか。うん。多分。市内、直売の酒店では、この額で販売されている。だが、県内の一部量販店や非正規店、首都圏、共犯親権など大都市部の酒店、インターネットのショッピングモールやオークションなどによってプレミアが付加された上でかなりの高額で取引されており、中にはなんと1万円前後の価格がついているところもある。うっしゃー。これがいわゆる転売中の、転売中ですね。でもこれ、まあ、1.8 リットルで2030円か。まあ、あれと同じですね。八海さんと同じですね。俺が買った時と同じです。ちなみにこの腰の完売のこの、なんだ、720ml の瓶のやつ。これは俺が先ほど、いや今日、950円ぐらいで買ったやつなんで。うん。まあ値段 1.8 リットルで、まあ2030円。ってなんだ、どうでしょう。うん。まあ、1万円前後か。1万円出して買うような価値じゃねえな、これは。さすがに。八海山だったらまだ買う価値あるかもしんないけど。この程度の普通酒をね、1万円で買うバカも、まあ、いるんですから、まあ、まあ、バカとしか言いようがない。言えば言いようがないんですけど。まあ、どんだけ金があるんだよ、と言いたいところですけど。うん。まあ、結局あれですよ。プレミアついてるから、うめえみたいなこと言ってる、まあ、にわかと同じで、にわか。結局、これがプレミアついてるからうまいという勝手な価値観で、結局買うわけじゃないですか。ね。あ、プレミアついてるんだからうまいんだって。で、結局買って、もう飲んだ時点で、てか飲む前からもうこれはうまいんだっていう勝手な錯覚があるわけですね。うん。あ、もうこれ絶対うまいと。
そうやって飲むから、結果としてまあうまいんだって。あ、うまいわーって言って飲むわけです。ね。当然ですよね。だって、1万円で買った酒がまずかったら、ね、バカみたいでしょ。だから自分を正当化するためにも、あ、これはうまいと。言い聞かせて、心の中でこう言い聞かせて、うまいうまいと思いながら飲むんです。バカです。うん。俺はっきり言いましょう。これはまずいです。うん。この程度に、正直これを買うんだったら完全に、うん。まあ、はっきり言ってコクもない。うん。ご瞬間売。まだ別線の方が美味しいです。うん。まあ、それはまあいいとしても。コクもない。ね。甘みもない。米の旨みもない。まあ。だけど酸味があるんだよな。で、酸味は俺あんま好きじゃないんで。うん。だから余計ダメなんですよね。うん。まあ。これはよろしくないね。うん。どちらにせよ。うん、で、こっから重要ですね。蔵元は品質向上を最優先し、安易に大量生産に走ることなく、生産量を限定して醸造を続けているが、その一方で人気が高まり、需要と供給のバランスが取れなくなったことから、このようにプレミアが付加されて販売されるケースが増えつつある。その一方で、蔵元の関係者は、近年腰の看板が幻の名酒と謳われることについて、本来であれば、腰の看板はお客様に気軽に飲んでいただける酒でありたいのですが、と、人気の加熱ぶりに当惑しているという。当然ですよね。うん、かわいそうなことです。ね。プレミアと。これはちょっとないでしょ。さすがにな。うん。だって普通の値段の5倍でしょ？もうバカじゃないの？こんなん俺、絶対買わないわ。あ、まあ確かに美味しい。まあそこいらの、いわゆる、ねえ、あれよか、美味しいですけど。うん。この程度の結局さ、少なくともだって、普通酒だぜ。白ラベルをさ、1万円とかバカでしょ。うん。せいぜいさ、吟醸とか大吟醸とかだったらまあ1万円だったらまあわからんでもないけども。ね。そんだけの苦労もあるだろうし、ね。でも、たかだかさ、こんなさ、ね。普通酒だぜ？お前。だいたい、普通酒なんて、まあ、ね、日本酒を作る側からすれば確かに、普通酒でも、大変、作るのは大変かもしれないけども。でも少なくとも普通酒っていうのはやっぱりみんなに、大いに、その、一般人向けにそう、作られてるわけでしょ？庶民向けに作られてるのに、なんでお前、ね、そんな限定的にさ、プレミアとかさ、言って限定の人しか飲めないとかいう状況になってるかがわけわかんない。うん。確かに、大吟醸酒とかだったらね、それでもいいかもしんないけども。別に1万円でもいいけど。ね。まあ俺みたいな庶民は大吟醸酒なんて飲まないけど、あれいいけどもね。せめてね、うん、やっぱり普通酒ぐらいはさ、
庶民のさ、手に届く範囲にさ、あるべきだと思うよ。うん。にしてもこのブリうまくねえな。なんか、これダメだ。濃いの方が全然うめえわ。うん。まあ、ということですよ。結局、腰の完売とかね、言うけども、所詮は腰の完売でもまだ一番低ランクの部類ですよ。この清酒ですよ、清酒。清酒。ね、芋焼酎とかね、魔王とかほら、森伊蔵とかになると、結局森伊蔵の清酒っていうか一番低ランク、中ランク、高ランクなんてないですから。まあいいんですけどね。日本酒ってのは、ね、清酒から大吟醸酒まで全部で多分5種類か4種類はあるはず。なんで、ランクに分かれてあるわけなんで、やっぱそれなりにやっぱり、ね、一番低ランクのやつはやっぱり安いべきなんですよ。先ほど述べたように、まあ、14代みたいにね、あれは本当に清酒でも、やっぱそれぐらいするらしいですね。まあ1万円はちょっとやりすぎかもしれないけど。うん。14台ももう5000円ぐらいするんじゃないか。定価の2倍か3倍。清酒でもね。一番安いやつでも。そんぐらいするらしいですから。まあ俺は買いません。うん。ということで。まあ、これはもうちょっと微妙かな。やっぱな。うん。別線の方がうまいわ。うん。うん。まあ、おすすめは、そんなにしないです。これよりか別姓の方がうまいね。まあそれは当然か。まあ清酒だったらこんなもんでしょ。2333。はい、お疲れ様でした。